こんにちは。こんにちは。アイス。じゃあ杉田さんはストーリー、キャラクターやストーリーの原案などクリエイターとしてもご活躍されていますが、ふぬきちゃんとマリンちゃんの出演作品を考えるとしたらどのような配役とストーリーにしてみたいですか。キツネと海賊のコスプレなんですけども、ふぶきさんが神通力を使って、はい、何をしでかすかわかんない船長の日常を助けるってやつ。ああ、なるほど。基本マリン船長は船の上で生活してるんだけど、はい、何をしでかすかわかんないの、うんうん、うっかり作った鍋をこぼしてしまうかもしれないとか、うん、はいはいはい、うっかりなんかこう転んで海に落ちてしまうかもしれないというときに行動を先読みしたりうまく導いてマリン船長が無事に一日を過ごせるっていうゲーム。それは船長側はフグちゃんのことを認知してないんですか。そうそうそう、なんか尊いねそれは、うん、ね、助けてるんだぜって陰ながら。で最後船が港に着いてフグキさんが待ってて、あーフグちゃんって言って今日もうまくいったって言って、あーなるほどね、そういう感じか。いやでも今でもきっとね船長思うんですよ、フグちゃんは陰ながらね船長を助けてくれてるんですよ。なんもしない、なんもしない、あ、なるほど、思い違い、なんもしない思い違い、勝手に感じてただけで。そうそうそう、じゃあなんかちょっとやばい露出が出た時に隠すモザイクはフグキさんの顔で、あ、なるほど、私ちょっとホラーの上さんに言ったから、上さん今度からの白髪の顔だけくり抜いたやつをちょっと、はい、見せられないよとして、はい、くそこらで出してください。ちょっと酸っぱい顔ね、こういう、そうそう、なんか嫌そうな顔しないで、きついな、きつくないよ、いい匂いだよ。いい匂いだ、うん、いやでもそのゲームちょっとやりたいな。うん、ね、と言いながら助けるね。そうそうそう、これ失敗したらどうなるの。死ぬ。元ネタは透明人間になってパーティーを邪魔するっていうゲームがある。これも PC ゲームですけど、Steam にあります。あるんですか。そう、自分が透明人間になってパーティーで盛り上がってるリア充の人たちを邪魔するって。リア充崩壊ゲーム、ケチャップで絵描いちゃえとか、ね、あ、そういう楽しそう、いたずらゲームなの。そうそうそう、楽しそう。